意外すぎる元ヤンキーだった男性芸能人ヨシキ。高校時代は真っ赤なリーゼントで膝まである学ランを着用していたのだ。宇戸鈴木、柔道部で喧嘩が強かったらしく暴走族の特攻隊長だったのだ。桜井翔、若い頃は三秒で切れると恐れられ後輩たちから悪のカリスマと呼ばれていたのだ。黒瀬淳、福岡でも有名な暴走族悪島の副総長だったのだ。ガクト、地元では筋金入りのヤンキーで喧嘩が趣味だったのだ。釜江雄一、高校時代は金髪にピアス姿で東淀川の毒蛇と恐れられていたのだ。塚本隆、喧嘩が破壊的に強いらしく暴走族